新型コロナウイルスの影響で、売上が落ちた店舗を支援しようと。仙台市中心部の商店街で使える、三割増商品券の販売受付が始まりました。受付を開始したのは、仙台市中心部の八つの商店街で作る。商店街活性化協議会が発行する商品券です。一万三千円分を、一万円で購入でき。五万二千組を販売します。一人当たり二組まで。 1>, 1世帯では10組までの購入制限があります。応募が多い場合は抽選とするため、今日から今月31日まで購入希望の申し込みをインターネットと専用のハガキで受け付けます。販売場所で人が密集するのを避けるため、抽選の結果、購入できる人には販売日と販売場所を指定した引き換えハガキが送られます。販売は来月27日から 9月1日の予定で、ことしいっぱい使うことができます。